今の若い者はさ、ダメなことやりやがって。ああ、この人、老害始まっちゃった。イオリンのムジャスってマリア、オルニハンマリケーザマイトカーグマリアや。ああ、今度はコンデか。アンニャガシーハー、バーチャルコアククリエイターのシアです。先ほどのシチュエーションから重要な言葉が2つ出てきました。ほぼ似ている意味なんですが、深く見てみると差が感じられる。二世世代へのスラング、日本語の老害と韓国語のコンデを徹底的に比べます。老害という言葉、実は私が最近知ったばかりの言葉です。辞書を見てみると、企業や政党などで重心人物が高齢化しても実権を握り続け、若返りが行われていない状態ということですが、今はこういう意味じゃ使いませんよね。世間や社会など、特に若い世代に迷惑な振る舞いをするお年寄りを指す言葉として定着されています。例えば、今ではありえない根性論で若者をこぎ下ろしたり、自分を無条件で絶対的に敬いなさいと敷いたり、記憶はないことがあれば神経質になったりなど、要するに自分が思っていることが絶対的だ、従えと考えているのが一般的な老害ですね。文字通り周りに害を及ぼす老人ということですけど、今はお年寄りだけではなく、40代50代にも老害な言動が見られるケースもあるそうです。この老害という言葉に一番近い韓国語がコンデなんです。コンデという言葉が今の形で流行り始めたのはおよそ 5,6 年前だと思います。しかし、この言葉が初めて登場したのはおよそ60年前、1960年代の新聞記事に老人の乞食という意味で紹介されました。その後、自称に老人を指す隠語として掲載されたのです。それからコンデが今の意味として広まったのは2000年代。年下の人を見下し、偉そうな態度を取る権威主義に満ちた既成世代へのスラングとして使ってからです。先ほどの老害と同じく、自分が思っていることは絶対的だ、従え、お前は間違ってると考えるお年寄りを指したりもします。それを知った40代50代の既成世代は、自分はコンデになってほしくないと言わんばかりに、若い世代の価値観を尊重しようと努力するというのも最近見えたりするんです。でも、昔のコンデを見て悪口をしていた人がいつの間にか自分もコンデになることも結構多いんです。そのためか、最近20〜30代の若いコンデが登場しつつあります。数年前、日本では先輩風という言葉が流行りましたね。これもコンデの一種です。そのコンデの変化を目の当たりにした Z 世代の間では、ただ否定的なものではなく、世代ギャップが生まれる自然現象という捉え方が多くなっています。今では広い意味で、俺より保守的な考えをしている人のことをコンデと言ったりするんです。もう一つ、このコンデと一緒に使われる言葉があります。それがラッテです。ラッテ는말이야흙도퍼먹고돌도씹어먹고그랬어。それは大昔のことだろう。自分の武勇伝を言おうとするとき、俺は若かった頃はさから始まるこの決め台詞、ラッテ는말이야。このフレーズが流行語になって、その後変形したフレーズ、ラッテ는말이야が登場します。そしてこのラッテ自体がコンデを象徴する言葉になったのです。さらに、このラッテ는말이야をもっといじったのが、ラッテ is horse です。ラッテは馬だ。まあ、めっちゃ遠く行きましたね。まあ、でも私の間では結構通じます。今回は世代ギャップが生んだ言葉、老害とコンデを比べてみました。
結論的には老害よりゴンデの方が広い意味で使われているのがわかります。その部分で海外メディアでも KKONDAE ゴンデをそのまま紹介したこともあります。ただただゴンデは嫌だと排斥するのではなく、ゴンデと若い世代お互いに尊重し理解し合う努力をこれからやってほしいと思います。私ですか？時期的に Z 世代前のミレニアル世代なので、多分ゴンデの気質は、少しあるかもしれませんね。次回も新たな語学知識でお会いしましょう。今日はこの辺で、クローン、今日韓の語学と文化を面白くお届けするチャンネルシハ。いろんなプラットフォームで多彩なるコンテンツが見られます。今すぐ要チェック。